どうも、ラウチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はいい感じのパーティーができました。紹介していきます。パーティーこちらですね。前衛にパラディン、カタフラクトで、後衛にエルフシビュラ、スノーレンジャー、バイキング、こんな感じです。それではまずは戦ってみましょう。それでは戦っていきます。パーティーいくつか紹介してるんですけども、このパーティーが一番好きです。これがね、一番好きかな。おすすめです。で、イーグルアイチャンス発射。はい、おしまいですね。こんな感じです。それでは装備などの紹介です。まずは前衛のパラディンからですね。パラディンはこんな感じの装備にしてます。AP、PP は33ですね。まあ、できるだけ多めにした方がいいとは思いますけどね。で、重要な装備がこれ、賭博士のコインですね。スキルチャンスで味方が攻撃するときに発動して、攻撃力が 30%、 会心ダメージが 50% アップします。命中はマイナス50になるんですけども、必中が発動しますのでマイナス50はほぼ関係ありません。でもって、チャンスの作戦なんですけども、条件のところに騎兵の味方を優先ですね。で、条件2にも騎兵系の味方、これを入れておいてください。1つだけだとちょっと発動しないことがありましたので、この2つ、つけてください。2つつければ確実に発動するみたいです。続いて同じく前衛のカタフラクトですね。カタフラクトの装備はこんな感じです。まず攻撃に期待しておりませんので、会心率がマイナス 20% の武器、そして盾を装備してます。とにかく PP を4になるようにしてください。もうこいつは守ってくれればそれで OK です。で、残りの装備はクロスガントレットと奇跡のペンダントですね。クロスガントレットでガード率が 100% になってカッチカチになります。これは必ず装備した方がいいと思いますね。で、作戦でヘビーカバーですね、味方を大ガードでかばうんですけども、これの条件に後列の味方と騎兵系の味方、これを条件に入れておいてください。スノーレンジャーを確実に守れるようにしておきましょう。続いては後衛のエルフシビラですね。装備はこんな感じになってます。 AP3 の PP4 で、重要な装備が白猫耳フード、これですね。これによってクイックアクトが使えるようになります。味方単体を再び行動させることができますので、チャージ攻撃をそのまま打つことができます。これは必ずつけておくようにしてください。で、作戦でクイックアクト以外のパッシブスキルは全て消しておいてください。もうクイックアクトのみでいいですね。もうクイックアクト要因なんですけども、それプラス回復も攻撃もできますので、エルフシビラはかなり使いやすいですね。続いて同じく後衛のバイキングですね。バイキングの装備はこんな感じにしてます。かなりいい装備をつけてるんですけども、バイキングはそんなに装備にこだわらなくても OK です。バイキングはとにかくスキルのこれが重要。バトルホルンですね。戦闘開始時に発動して味方全体にガード不能をつけるというやつです。チャージ攻撃をガードされるとちょっと弱くなりますので、必ずこれを入れるようにしてください。火力がぐっと上がります。続いてパーティーのメインアタッカーとなりますスノーレンジャーです。装備はこんな感じで、高級な装備をもう詰め込んでる形ですね。まず全ステータスプラス5の弓、そして一つしかない au のメダリオンで、師匠石のペンダントか天使の羽飾りを、もう高級なやつを全部入れてる感じです。で、天使の羽飾りのスキルフォローウィンドは消してください。これは入れなくて OK です。行動速度プラス20っていうのが重要ですね。行動速度が60あればほぼほぼ一番最初に攻撃してくれるので、まあ、これだけで大丈夫だと思います。
攻撃スキルのグラシアルレイン、これがとにかく強いのよ。まあ、ダメージも強いんですけども、凍結させるんだよ。この凍結がね、またやばい。倒せなくても凍結させますので、それプラスこの反撃とか追撃、このスキルが生きてきますので、まあ、とにかくスノーレンジャーはかなりおすすめの職業です。ぜひ使ってみてください。ではもう一度戦っていきましょう。それではいきましょう。戦闘開始で、ガードします。でバトルホルンでガード不能をつけます。でグラシアルレインをチャージ、でクイックアクトでチャージを回避させてイーグルアイ必中で、チャンスで会心ダメージ50の攻撃力 30% アップ。ああ一発です。で最後は回復までする。最高ですね。耐えてくれそうなパーティーを選んでみましたけども、どうなるでしょうか。多分耐える。はい、 OK。 覚えてくれよ。意外と攻撃してくるな。行くぞ。力をお貸しします。さあどうでしょうか。参りましょう。耐えるか。いや無理か。無理だ。敵を打ち倒す力は、なかなか生き残ってくれないな。ちょっと生き残ってくれるやつを探してます。お返しだぜ。図に乗れな。もう結構ワンパンでいけるんだよね。遅れを取るな。ここは大丈夫か。私が突入。追い打ちだよ。盾とならん。なかなかしない。なかなか攻撃が進まないな。さあ行きます。あ、後衛これ残るよ。 HP160 なら耐えれるはず。守っていくよ。耐えたとしても全然倒せる。もう凍結になるっていうのがすごくいいよね。で追撃もある。でさらにはパーティーの回復までしてくれる。めちゃくちゃ強えな。やりましたな。はい、ということで今日はいい感じのパーティーができましたので紹介でした。パーティーこんな感じですね。前衛がパラディン、カタフラクトで、後衛にエルフシビラ、スノーレンジャー、バイキング、まあ、とにかくスノーレンジャーめちゃくちゃ強いのでぜひ使ってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。